ダルビッシュはこの日、トラウトについて問われると、初めて対戦した時は2012年かな。いきなりレフトにホームラン打たれたんですよ確か。当時プロスペクトとか知らないし、誰なんだこいつ、大したことなさそうなのにってすごいなって思った、とこの初対戦を思い返した。こいつほんま。あの首見たらただものじゃないってわかるはず。風貌もフォームもオーラないしな。確かお互いのデビューから、2、3年の間の対戦成績は、最もホームランを打ち最も三振を奪った関係だっけ。この年にトラウトは一気にブレイクし、30本塁打を放って新人王に輝いた。ダルビッシュは、そこからどんどん成績を残していって、この人すごいんだって思った。新人王の年だしそらそうやろ。新人に対してこいつ誰やすげえって当然すぎる話。トラウトがダルをライバル視してるのか、やっぱダルすごいわね。当時のダルを見ていて、あ、ルーキーに打たれた、次は抑えに行くだろうな、って、次の打席で向きになって抑えに行っても綺麗に打ち返される。こんなのを何度も見た記憶がある。まあ、やつかんない風貌なんはわかる。ハーパーとか見た目からして絶対やべえやつじゃん。ってなるからな。全権の際は努力で身につくものではないからしゃあない。ガタイはすごいけどオーラあんまないタイプやしな。海兵隊員みたいな見た目してて、野球選手感ないから仕方ない。そのトラウトから、僕たちはライバルのような関係にある。って言われた時期がダルにもあるんやで。フォームも当時はクッソダサかったからな。そもそもプロスペクト時代のトラウトの評価は、理想的な一番打者、アベレージも盗塁も両立できて、シーズン 15-20 くらいのホームランも期待できるという。テレビで見てても打ちそうな感じしないしな。淡々と打って淡々と四球選んで淡々と凡退する。2012年の頭や年から旗から見たらただの新人やろ。これこそ結果論やわ。